相葉雅紀が松本潤にブチギレた事件を生田斗真が告白一回本気で蹴らせてくれ。28日に放送された1億3000万人のショーチャンネル、日本テレビ系、で、過去に相葉雅紀が松本潤に対し、怒りを爆発させたというエピソードが生田斗真によって語られた。舞台本番中に爆睡。今回の番組では、ゲストの生田がこれまでの人生で築き上げた8つの重要エピソードを紐解いていき、生田がいかなる人間かに迫る生田斗真の人生チャートという企画を実施。そんな中、生田が松本、相葉、二宮和也と共にアイドルユニットメインを結成した頃を振り返ることに。すると生田は、この4人で出演した舞台スタンドバイミーの本番中に、二宮と相葉が夜に将来の夢を語る傍ら、自分と松本が寝ているというシーンで、照明が気持ちよかったため爆睡してしまった思い出を明かした。一回本気で蹴らせて。さらにその後、生田は舞台袖で相葉がブチギレたというエピソードを語り出す。そんな生田によると、舞台の本番5分前に松本と2人でじゃれ合っていたところ、小道具などが置いてあった棚にどちらかが当たってしまい、トンカチが相葉の足めがけて落ちたそう。すると、相葉は怒りからか鬼のような形相になり、松本に松潤、一回本気で蹴らせてくれと頼んだという。一方の松本は相葉に向かってお尻を出し、相葉に思い切り蹴りられたそうだ。そして、松本は相葉に蹴りられた痛みにもだえ、起き上がれなくなったとのこと。また、相葉もトンカチが落ちたダメージにより、松本と同じように立てなくなったという。あの相葉くんが、と話題に。なお、その光景を見た舞台監督はトランシーバーで相葉と松本倒れてるんで5分押しで行きますと知らせ、舞台の上演を5分遅らせたとのことだ。生田により語られたこのエピソードはネット上でもあの相葉くんが潤くんに蹴りを入れるなんて、よっぽど痛かったんだね、わら、ガチギレして蹴らせろな相葉くんとか、今とはイメージ違うと話題になり、温厚なイメージの相葉が怒ったという部分に驚く人が相次いだ。